私は冒頭もご質問に答えましたように、3月11日までは安全性を確認して原発を活用すると、そういう立場で総理としても活動いたしました。しかしこの原発事故を体験する中で根本的に考え方を改めました。その中でかつてソ連首相を務められたゴルバチョフ氏がその回顧録の中で、チェルノブイリ事故は我が国体制全体の病根を照らし出したとこう述べておられます。私は今回の福島原発事故は同じことが言える。我が国の全体のある意味で病根を照らし出したとこのように認識をいたしております。戦前軍部が政治の実権を掌握していきました。そのプロセスに東電と電事連を中心とするいわゆる原子力村と呼ばれるものが私には重なって見えてまいりました。つまり東電と電事連を中心に原子力行政の実権をこの40年間の間に次第に掌握をして、そして批判的な専門家や政治家官僚は村の掟によって村八分にされ、主流から外されてきたんだと思います。そしてそれを見ていた多くの関係者は自己保身と異なかれ主義に陥ってそれを眺めていた。これは私自身の反省を込めて申し上げております。現在原子力村は今回の事故に対する深刻な反省もしないままに原子力行政の実験をさらに握り続けようとしております。こうした戦前の軍部にも似た原子力村の組織的な構造、社会心理的な構造を徹底的に解明して解体することが原子力行政の抜本改革の私は第一歩だと考えております。原子力規制組織として原子力規制委員会を作るときに、例えばアメリカやヨーロッパの原子力規制の経験者である外国の方を招聘することも、そういう村社会を壊す上で一つの大きな手法ではないかと思っております。またさらに申し上げれば、今後この 3.11 原発事故の教訓を日本人、私たちが全体としてどう受け止めて日本の将来をどう決めていくか、一人一人の日本人が問われていると思います。根本的な問題としては原発依存を続けるかどうかという判断です。今回の事故で稼働中の原子炉だけでなく最終処分ができない使用済み燃料の危険性も明らかになりました。今回の原発事故では最悪の場合首都圏3000万人の避難が必要となり、国家の機能が崩壊しかねなかった、そういう状況にありました。テロや戦争などを含めて人間的要素まで含めて考えれば、国家崩壊のリスクに対応できる確実な安全性確保というのはこれは不可能であります。私は今回の事故を体験して最も安全な原発は原発に依存しないこと、つまり脱原発の実現だと確信をいたしました。